皆様、タイタイ。本日は沖縄県民が大好きな場所、ドライブ行くときは必ず絶対行く、せーの、シーサイドドライブインに来ています。北向けに50号、8号線を通ってると左側にスッとか行くところにあるので、はい、ね、もういい場所にもあるので、そうなんですよ、ね、いつもテイクアウトしてると思うんですけど、私たちのルーティンをご紹介しましょう。はい、まあ、ここでテイクアウトできるので注文していきます。はい、どうしようね、何食べますか。チキンも食べたい。あ、野菜サンド食べたい。食べ過ぎだね。でも野菜なので。そう、野菜なんですよ。ゼロカロリー。フライドポテトも野菜に入りますよ。そうですね、じゃがいもなので。はい。すいません。野菜サンドとフライドチキンを一つください。フレンチフライとコーラとスープを頼みました。シーサイドサンドとスープ一つでお願いします。注文を待ってる間に、中のレストランのご様子もご紹介いたします。どうぞ。チルルル。あるので、これはセルフサービスで入れることができます。出すぎるので注意ですね。なんか夜は夜で景色すごい好き。ここのあのネオンがまたいいんですよね。そうそうそう、雰囲気を出してる、ローカル感が、うんうん、かシーサイドってでも夜のイメージかも。あるあるある。昼来たの初めてかもしれない。初めてかも、私もね、うん、あ、そうか、こんな感じで海が目の前、うん、よくあのシーサイドに来たらこういう風に海を見ながらここに腰掛けていただくことが多いんですけど、今もう、ま、お昼真っ只中で結構炎天下になるので車で食べますか。そうしましょう、ね、これ危ないぞ、ね、はい、はい、それではいただきます。いただきます。すごい、目の前が海っていうのが本当に見てほしいね。取り立てでドライブ行こうって必ずなるさ、うん、で、ここも
必ず来るよね。もうなんならここ小さいで行こうっていうドライブするから、うん、なるその流れに。そう、そう、シーサイド行くためにドライブするとかもよくありましたね。このフライドチキンがおすすめ。冬に来たら本当に最高じゃないですか。冬最高なんですよ、スープね。寒い中、外でこのスープを飲む、あの幸せな感じと海の砂浜で飲みながら、寒いと寒いけど飲んだ寒いって言いながら温かいみたいな、飲んでた、この横で飲んでたな。わざわざ降りるんだよ、車が。そうね。今日はシーサイドドライブインをご紹介しましたが、皆様いかがでしたか？今ご紹介した通りのことをもう普段からやっていますよね。やってます ね、 ね、日常、日常ですね。本当に私たちの日常です。幸せな日常だなって思いますね、本当に。改めてね、確かに海も綺麗だし、確かに。でシーサイドドライブインは先ほどレストランの中の様子もご紹介したんですが、テイクアウトして食べるもよし、レストランで食べるもよしなので、ぜひぜひ皆様恩納村にあるシーサイドドライブインにお食事召し上がりに来てください。わーいいね。もうお昼寝したい。でそのままいいね、来ますね最後。はいはいはい。そしてシーサイドドライブインよかったよという方は、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは皆様、またやったー。